がシュガルー、星に、魔界から次期女王になるために二人の候補が人間界に転移してそこで人間のハートを奪うレースを始める。一人は勝ち気のヤンキーみたいな性格で、もう一人は引っ込み思案の守ってあげたくなる系。その二人が中学校に生徒として転校した後にオスたちから自分に惚れたらそれをハートにして獲得することができるという感じ。ハートを取られるとそのオスたちは好きだった気持ちとかを忘れるとかそんな感じ。そこにやんちゃな猿みたいなやつとか、細長いケメソみたいな感じのヒーロー候補が出てきて、魔女はハートを奪ってもいいけど奪われるのはダメだからねというネタから恋したりするという王道を行く小女漫画。ここからネタバレ。この人間と魔女との恋の話かなとか思ったら人間のヒーロー候補はほぼカマセイヌであり学園ものから魔法バトルものになるという少女漫画としてはとんがっている。